購買を時代をかけし者の力見極め伝えてくれ。いいですよ。屋敷卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か。今以上に振るわれよ。出なければ帝に謁見はならぬぞ。もう疲れちゃいました。震え生き様ら、足利の名を地に貶める気か。三成。ありょんょんと飛んでいきますよ。えい。まずい。このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。時にはこうして触れ回るのも一楽しい。足軽とて他とは違う。将軍家の戦を見せるのだ。足利家の盾として倒れられる。侍にとってこれ以上の誉れなし。あの後ろ姿についていくだけでなんか安心するよな。伝えなきゃ。終わりだ。誇れ、そなたは兵を行く。貴様の情報が帝への布石にもできよう。見極めておいて無駄はなかろう。頭蓋が割れたか、中身はこぼれいずったか。こうかこうか。一陣は陰らせぬ。断じて我にも取り込んでほしい。義経様、それがしの粉塵ぶりをご承覧くださりませ。王国は死ぬ、形ばかりであろうと。聞いた話には、あの玉は動いた者の死に顔を映すか。義経様のおっしゃった通りだ。熱くたぎってるやつが来た。相手見せ、水郷などではない。おそらく深淵なるお考えあってのこと。一輪の魂を言います。死んだと見れば竜を投じよ。我のようにな。王とも立ちはだかる障壁などうぬが手で微塵に打ち砕いてやれ。これで情報を秘匿できる。全ては我が盤上の。皆よくやっている。まさに創世に輝くかがり火足らん軍勢だ。そんな、足利が一門の落日だと。闇雲にほふっているというわけではなさそうだね。さながら鬼人のようだね、大谷君は。責任情けは無用、怖か存分に。そなたが帝にもたらすのは、私はそれを見極めねばなりません。あれ狂え。それだけ我はやりやすい。そなたの心の暗闇を打ち払いましょう。我の内を覗いたか。かの者の魂しかと見極めます。惑わず臆せず、心の欲するままに行け。
炎あった場所はその先だ。見事かなわぬ友よ、望むものを申せ。太刀ならば王天た道夫を使わそうぞ。やがて来たる熱き時代、吹く風となり望むがまま遊ぶがいい。帝よ、かの者の魂、私を。相手に不足はなかろう、存分に戦うがいい。はは、雲の子を散らすようにか。悪い夢だ。世の勾配を全て打ち進んだはその方だな。見事だ友よ。その方こそが世の待ち望んだ伝令よ。ふん、友よ、またな。本日は恩義に教授をば持参して立て待ちに候。これよ、これが世の望むもの。命を閉してこそ限ろう新しき時代の熱よ。我に熱などない。それはとうの昔に散った。それさえ失っていなければ、我は世はここまでだ。友よ、人々を導け新しい世界へと。しまいか、さようか。なら今一度満天の夢に興じるとしよう。